皆さんこんにちは、スタイリストの若さです。はい、今日はですね、大人のセットアップのお話をしようかなと思います。もう定番化しているセットアップなんですけれども、皆さんね、結構お持ちの方多いと思うんですが、すごくね、40〜50代におすすめな、ブランドをちょっとご紹介したいなと思って、今日はね、そちらのブランドを中心に着回しなどをね、やっていきたいなと思っています。今回ね、ご紹介するブランドなんですけれども、ソージュさんっていうね、ブランドなんですけれども、そちらのソージュさんからね、ちょっと私に依頼が来まして、ぜひ深さチャンネルの多分視聴者の方とうちのアイテムがすごく合うんじゃないかってことで、ぜひ紹介していただけないでしょうかっていうね、ありがたいことにすごく最近ね、そのような案件がたくさんいただいておりまして、あと一度送ってもらって、素材がすごく悪かったりとか、ちょっとやっぱ着心地が悪いなとか、やっぱそういうのはね、ごめんなさいをするんですけれども、今回のそのソージュさんに関してはね、本当にね、ぜひもう自信を持ってちょっとお勧めしたいなと思ったので、私がね、選んできました。はい、すごく着回しの効く、優秀なセットアップたちなんですけれども、一応今回ね、5点選んでます。ちょっとささっとご紹介して、で、巻きながら説明をしたいなと思っています。結構シーズンレスでね、こちらのブランド使えたりするんですよ。で、セールは一切しないってことなので、本当ね、3シーズン、バリバリ着れます。まずですね、ご紹介したアイテムなんですけれども、トップスと、あと、ジレと、パンツですね。はい、これね、ダブルスクロスストレッチシリーズって言って、すごいこのブランドで大人気なんですよ。サイドタックワイドパンツになります。5色もあって、とにかくこのね、これもまたすごいの、テロテロで。着心地最高いいですよ。で、シワにもちろんならないし、旅行とかね、ちょっと行くときとか、本当楽ちんでいいんじゃないかなと思います。これもすごい人気で、ちょっとね、色が欠けちゃってる部分もあるんですけど、で、後ろもね、こういったゴムなので、めちゃめちゃ楽です。オールシーズン着れる素材なので、楽ちんだけど、相手から見たらすごく綺麗めに見える。そんな素材なので、長く着れるんじゃないかなと思います。とりあえず、着た方がわかりやすいと思うので、とりあえず、着てみたいと思います。着てみました。こんな感じです。形もなんかほら大人っぽいし、あと素材感もすごく上質なの分かります。パンツなんですけど、ちょっとここ斜めにこう入ってるんですよ。それによってちょっと足長効果出ちゃうんです。うっかりね、ファスナーを締め忘れて大丈夫だったりします。今これね、締まってますけど、ゴムになってるのですごく楽なんですよ。はい、もちろんこうやってね、出しても全然いいんですけれども、より足長効果を出したいなっていう時は、ここね、こういうところにするといいんじゃないかなと思います。袖口もですね、いい感じに二の腕隠してくれるので、すごいストレッチも効いてるので、すごい楽です。工業着とか、あとはね、お仕事、本当時間のない時にこうきちんとした格好をしなきゃいけないって時も、すごくこういうのがね、すごく役立つと思うので、一個あると便利なんじゃないかなと思います。はい、次はですね、さっきのトップスにデニムを合わせてみました。で、こういったカジュアルなアイテムも、結構上のね、この素材がしっかりしているおかげで、すごくね、大人っぽく見えると思うんですよ。で、足元も、B3 なんですけど、なんかちょっとこう大人っぽい感じ。はい、次はちょっとこういったグリーンのノースリーブにしてみました。なんかこう派手な色1個入れても、こう落ち着いたグレーのカラーだと、やっぱ大人っぽくね、すごくなりやすいので、こういった
パンツ1本あるとね、本当に便利なんじゃないかなと思います。で、足元はちょっとフラットにしてみました。次は、めちゃめちゃこう甘いトップス、着てみました。基本的にすごい甘いの大好きなんですけど、結構トレンドのアイテムでもあるので、まあ、袖がねパフッとしてたりとか、そういった女性らしい、アイテムをね投入するときに、メンズっぽい色合いのこうメンズライクなパンツ、おじさんパンツ的なものを入れてあげるとすごくおしゃれ感が出ておすすめなんですよ。今ねバレーシューズを履いています。はい、こういったちょっとボーダー系もね、なんかカジュアルに見えすぎずに、大人な感じでいいんじゃないかなと思います。1個投入するじゃないですか。はい、で足元を B さんから普通のパンプスに変えてみました。そしたら、まあ、これですごいきちんと感のあるスタイルになりますし、まあ、これ1枚あるだけで本当ちょっとねお出かけスタイルっぽくなるので、すごくね便利なんですよ、ね、お尻も隠れるので、本当この後ろから見たスタイルとかね、すごい綺麗だと思いますよ。ちょっと寂しいなと思ったらね、こういったスカーフとかを履いたりしてあげてもいいかなと思います。はい。どうですか？ですごいなんか足長にこうアイラインができるので、こうスタイルアップにつながった着こなしなんじゃないかなと思います。ベルトあるじゃないですか。ほら。ね、また全然違った見え方しませんか。後ろはねこんな感じなんですよ。中にこう紐通してるので、まあ、後ろは普通なんですけど、こう前からね見た時のこうちょっとキュッキュッっていうラインができて、よりちょっと女性らしい感じになるんじゃないかなと思います。普通にこう中通さずに、例えば、まあ、上からね、これも全然ない、後ろから見た感じがちょっと違ってくるので、ちょっとこうゆるっとねさせてっていうのも全然あり。今度はスカートを合わせてみました。ちょっとマーメイドっぽいスカートなんですけれども、はい、それにスニーカー。ちょっとカジュアルで、下半身にボリュームある感じなんですけれども、やっぱこのジレのおかげでちょっとすっとこう縦長な感じのラインができているので、まあ、今っぽいシルエットなんだけど、そんなにこうバランス悪く見えない。グレーの色合いってだから合わない色がもしかしてないんじゃないかなって思うぐらいいろんな色に合います。この私オレンジとグレーの組み合わせめちゃめちゃ気に入っていて、はい、次のセットアップ着てみました。両方とも黒になります。これね、さっきのよりはすごく素材は薄いんですよ。はい、なのですごく夏場とか最適で、そして冬だとねちょっとパンツとかは寒いかなって感じするんですけど、結構でもね長く着れる素材なんじゃないかなと思います。で、まあ、適度なねこういったハイウエストとかタック入ってるので、この辺のお腹周りね、ゆったりしてるので、隠してくれるんじゃないかなと思います。で、まあ、ポケットもちゃんとありますし、で後ろはね、ゴムになってます。まあ、基本やっぱりこれね、中に入れた方がやっぱ綺麗に見えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、外にね、ちょっとリラックス感ある感じで出してもらうのもありだと思います。ね、本当にね、このパンツ、着心地やばいっすよ。でトップスはね、さっきのグレーと多分形は一緒で、素材がちょっと違うって感じです。そう、例えばこうやってちょっと大ぶりの、ピアスとか、まあ、イヤリングにして、まあ、ちっちゃなバッグを持って、きれいめな、
サンダル、綺麗めっつうか、なんかちょっとデザイン性のあるサンダルとか履けば、ほんとね、夏のちょっとお呼ばれ的なところとかにも楽だけど綺麗に見えて、ほんとこれね、大人の方おすすめです。はい、上白い T シャツにしてみました。あ、なんか普通なんですけど、あのやっぱね、ここのちょっとウエストエッジの高めなおかげで、なんとなくシルエットがね、今っぽい感じになるのと、本当にあのご近所スタイル的な感じで、日焼け防止の、まあ、公園に行く時とかでもいいですし、この帽子めちゃめちゃ気に入ってるんですよ。はい、さっきのこのパンツにちょっとカジュアルなこういった T シャツを合わせてみました。こんな感じ。足元はサンダルです。このパンツってこういうスタイルにもすごく良くないですか？カジュアルになりすぎないので、でそれでいてこうね、あの柔らかくて楽だし、このハイウエスト感がすごく今っぽく見えるので、こういう着方もねおすすめかなと思います。でちょっとねこれだとカジュアルすぎるわっていう方は、はい、これもいけますね。ね、ちょっときれいめになってすごく大人の方もね取り入れやすいんじゃないかなと思います。もちろんね、中ね、こういったあのちょっと、ロゴ系だったりとか、あとは白い T シャツとかもね、すごくあの清潔感あっていいんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、大人のセットアップのお話ししたんですけれども、なんか参考になりましたでしょうか。あのセットアップね、本当にあのすごく使えて、まあ、大人にはもう持ってこいのアイテムだと思うので、まあ、あのまだ持ってない方ね、ぜひあのワンセットねあるとすごく使えるんじゃないかなと思います。なんか最近やっぱりね、カジュアルブームが進んできていて、まあ、カジュアルなね、こうセットアップにこう頼りがちだと思うんですけれども、きちんと感のあるセットアップ、まあ、着るだけですごくきちんと感が見えて、それでいて、まあ、楽であるっていうのがすごくポイントかなと思います。まあ、あのそういったベーシックアイテムだからこそ、ちょっとねいい素材を選んであげたりとか、まあ、長く着られるねアイテム、まあ、着回し力のすごくいいアイテムをチョイスするのがあのすごくおすすめかなと思います。一応今日あの着たものに関してはあの概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ではですね、まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録ぜひお願いします。高評価ボタンと、あと、通知設定ですね、ぜひ、お願いします。はい、それではまた、更新しますので、ぜひまた若さチャンネル見に来てください。それではまた、バイバイ。